体を大きくするための、まあ、食事なんだけれども、これは推奨するのはやっぱり最低5回食べる、2時間おきに5回、可能であれば6回、プラストレーニング前中後のサプリメント、だから前中後のサプリメントを入れて6回食べたとしたら9回1日何か食べてることになるんだけれども、これをまず始めて、その中で自分の体がどう変わっていくか、増えていかないんだったら一つ一つの量を徐々に増やしていかなくちゃいけない。で、体をでかくするということは何回も言ってるけれども、自分が食べてるカロリーが使ってるカロリーを上回らなくちゃいけないわけだ。トレーニングじゃないの、体をでかくするのは。トレーニングは筋肉をでかくする刺激で、実際に大きくするためには食べ物を食べなくちゃ大きくならないということだな。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。